J1 ロニー兄は、本名を、ジョゼフ・アンリオノ・レボーと言い、ベルギー出身のフランス作家である。彼は、近代 SF の創立者の一人だとみなされている。1856年ブリュッセル生まれ、弟のセラファン・ジュスタン、フランソワ・ボート、1909年まで、J1 ロニーのペンネームで合作をした。彼らの合作方法は、交互に書く方式だったと伝えられる。 その後、独立して、兄が、ロニー兄、弟が、ロニー帝の名前で、創作活動を続けた。ロニー兄は着想とその使い方において、H.G. ウェルズ、または、オラフステープルドンとよく似ていた。彼は、疑いなく、近代 SF 誌で、ジュール・ベルヌに次ぐ、重要人物である。ロニー最初の SF 譚は、短編歴史プフーズ、クシペユであった。これは古代人が、 コミュニケーション不能の無機的な異性生物と遭遇する物語である。人々は侵略者を駆逐するが、主人公は一種生命の死を哀悼する。この作品は地球外生物の描写において擬人的な手法が配された最初の SF であった。ウーモトラモンド、もう一つの世界は無限に平たく不可視である二種類の生物と人類が地球を共有しており、 常人離れした資格を持つミュータントだけがそれを見ることができるという着想である。レ・キャタクリズム大異変では外宇宙から謎の電磁気学的存在が到着した結果としてフランスの全地方が自然の変化という物理法則を目の当たりにする。ロニーの短い長編ラモーデラ・テールは地球が乾燥しきった未来を舞台にしている。作中では 人類の最後の末裔が、金属製の新種族、鉄字族が自分たちにとって変わろうとしている危機に気づく。大地の死は、人類絶滅を描いた小説の一つである。別の長編ラフォースミステリウースでは、謎の力によって、電磁スペクトルの一部が破壊され、 人類の生存権がたちまちに侵食される事態を描いている。これにより世界は徐々に、そして潜在的に死へ繋がる冷却にさらされる。本作は、アーサー・コナン・ドイルの同年の中長編、毒ガス体との類似性から、両者の避難合戦を引き起こした。L、エニグムでギビルーズはもう一つの注目すべき小説で、人間の完璧な複製を扱っている。 中編のラジュンヌヴァンパイア、吸血美女は、吸血鬼を、誕生で伝染する、遺伝的突然変異として描いた初めのものである。L、エタノン・ボエッジ・ D、ハレトン・アイロン・キャッスルは、むしろ伝統的な冒険小説であり、作中で、探検家が、地球に寄生した、異世界の断片と言うべき、動物賞、植物賞を発見する。この小説は、 フィリップ・ホセフ・ファーマーによって本案され、書き直された。ロニーの代表作は、アストロノーティクという信号を作り出した、レ・ナビガターズ・デール・インフィニである。この作品中で、ロニーの主人公は、ステラリウムで火星へ行く。火星では、人類の探検家が、温和で平和的で6つ眼、3本足の種族、トリプディーズと接触を図っていた。彼らは、 謎の力の鉄地続と少し似た、ズームオフスに徐々にとって変わられ、死滅しつつあるのだった。後半で、若い、火星人女性が地球人探検家と恋に落ちて、子供を産む。このことは、地球人の手助けによる、火星人の再生、すなわち火星人の火星脱会の前触れであった。ロニーはまた力強い戦士時代小説の古典を語弊も、書いている。 すなわちバモレーエリーマむしろ映画版、人類創生で知られる、ラゲール・ジュフ、デフェリン・ジオン、ヘルグバー・ジュフルブ・ブルーである。彼は、現代的な劇の概念を用いて、色彩豊か、かつ信用できる流儀で古代人の生活を描き出した。1897年、ジョゼフ・ボーはレジオンドイコール・ヌール勲章に指名され、1903年には、弟と共に、 ゴンクール賞の第一審査員に選ばれた。ロニーヤニはアカデミーゴンクールに泊まり、1926年にその会長となった。彼は1940年にパリで死亡した。なお、その40年後の1980年にフランス語圏の優れた SF に対して与えられるロニーヤニ賞が創設された。ありがとうございます。